今日ちょっとロケでモデル撮影します。天気がいいんで結構いい感じの写真と、まあ、ムービーも撮ります。ムービーは最近よく使ってる、この 35mmF1.4 のレンズをこのジンバルに乗せたスタイルで撮ります。で、ちょっと待ってで、これのここ、これ変更フィルター、変更フィルターじゃないや、ND フィルター、可変式の ND フィルターつけてます。あの開放の F1.8 で撮るんで、昼間だとちょっとこの可変式でいろいろ調整して撮ります。で、基本的には S ログ2で撮ろうかな、今日は。はい、こんな感じで撮ります。はい、で、今日のモデルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんな感じでジンバルで撮影してます。歩きながら、可変式の ND フィルターつけてるんで、まあ、日陰入ったり日向に出たりしても結構すんなり帰れるのと、あとその順光逆光でも比較的すんなり調整できるんでだいぶ楽です。はい、じゃあ写真撮ります。え、ちょっと移動しよう。ちょっとムービーと写真をちょっとこういろいろ撮りながら行ってます。はい、じゃあちょっとこの花がいっぱいあ、虫がおる。ちょっとね、この白い花がちょっと咲いてるんで、この白い花を絡めて撮ります。はい、ここだけ花が結構咲いてたんで、ちょっとここで結構撮りました。他はね、なんかね、花もちょっと咲いとんなんかあるかなと思ってたんですけど、あんまりなかったんで、ちょっとここはもうこの花ぐらいでまた移動します。はい、ビーチに出てきました。もうだいぶ暖かいんで、海もまあなんか過ごしやすい感じです。で、ちょっとね、まあ冬場やけんちょっと清掃されてないんで、海が、ビーチがだいぶゴミだらけで汚いんですけど、こんな感じで、ちょっとビーチ砂浜はあんまり撮らない感じで、ちょっとこう海を背景にちょっと撮影します。じゃあこれもね、ちょっと遠くで見ます。オッケー、いい感じです。はい、行きます。内側を見る感じで来ます。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあちょっと日差しが強いんですけど、ムービー撮ります。さっきのこれ、可変式の ND フィルターつけて、で、S ログで撮るんで感度800になってます。だいぶもう普通に撮ったらオーバーで、真っ白白飛びするんですけど、この ND フィルターでなんとか撮ります。はい、ちょっと逆光で、可変式の ND フィルター使ってこう明るさ調整しながら撮りました。まあいい感じだと思います。ただちょっとね、可変式の ND フィルターって多少なんか格子状の柄が入ったりするっぽいんで、ちょっとこれ後で、編集した時にどうなってるか検証しようと思います。はい、撮影から戻ってきました。今スタジオ到着。可変式 ND フィルターをつけた 35mm のレンズで撮ったムービーと、あとは普通にいつも通り 50mm 単焦点を中心に撮ったポートレートを撮りました。まああとドローンもちょっと飛ばしましたけど、この後仕上がりよかったら見てください。はい、ということでピーチボートでした。ではまた。